はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2018、ペナントレースですね、パリーグの千葉ロッテマリーンズ第1回戦目に、なります。で、ちょっ と、日程表の方って、まあ、7チームあるわけじゃないですか。1チーム増やしてるんで、でそうすると何試合あるんですかっていうことなんですけれども、まあ、日程表見てもその第何試合っていうのが特に書いてないんでよくわかんないです。で、さらっと見た感じ、後半の方はもうパリーグの試合だけになってますね。10月のね、半ばちょっと過ぎくらいまで試合がありました。9月29でセリーグは一応終わるのかな。で、その後こういう風にパリーグの試合が続いて、10月の18が最終戦ですね。で、クライマックスシリーズという感じになってます。何試合かって言われたらすみません、よくわかんないです。一応こんな感じでということで、じゃあ、マリーンズ戦ですね、いきましょう。で、今回国重くんが死んでるな。先発ティータナカ、てかミカミックスってさ、なんでこう先発しようとすると調子が悪かったりさよくわかんない状況なの、まあ、こいつ出ても炎上するだけだから。ただやっぱり調子を優先させたいといえば調子を優先させたいので、 T 田中はどうしようかな。まあ、田中セイバーが強いっちゃ強いんだけどな、好調以上でちょっと出したいよね。まあ、サムネ君やりますか。もう先発ローテーションとかめちゃくちゃだよね多分で、ちょっと国重くんが死んでるんで、ここはパワーのある日野くんはファーストは守れないのか。西野くんがファースト守れるね。日野くんを入れてサードとファーストを入れ替えましょう。西野くんにファーストを守ってもらって、で、日野くんにサードを守ってもらいます。まあ、守備力はいいだけど肩が B あるんで、まあ、サードも悪くないかな。よし、これでいきましょう。まあ、まずはね、ちょっと相手チームがどういう打順になってんのかとか覚えないといけないからね。お待たせいたしました。ゾゾマリンスタジアム千葉ロッテマリーンズ対先行チーム1回戦の模様をお送りいたします。右の石川マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1試合に先発して1勝してますね。防御率 3.52、 まだ1回の表、まあ、ワンダーですと152回。やっぱりなんか先発陣みんな速くない？球速。投げました、打ちました、左中間へ上がった。 OK、 初球じゃなくて2球目。まあ走るって言われてるんでね、ワンダーはい、ダメ。こいつすげえ刺されそうだなで、玉三郎くん一瞬にしてこうファーストヒットを無駄にしてるからね。ライト前に出るヒットになります。玉三郎ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。そこから西野くん、なんかストレートばっかり投げてくれると打ちやすい感じはするけど、センターフライ飛んじゃったね。タヌキ君もね、最近ホームランが出てないから打っときたい気がする。打たれ強さ F か。これいくんじゃない？ダメだなんとなくストレートかなっていうのは分かったけど、ミートがねちょっと小さいんで。一塁ランナー玉三郎残塁に終わりました。まあ、スターティングオーダー千葉ロッテマリーンズはこんな感じですね。まあ、知ってんのは角中さんとか。マリーンズ打線が相手にどういった投球を見せるのか。高速ナックルと高速スライダー。1回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。球速は140キロか。投げた、直球見送って、スタミナは C あるからね。やっぱり基本的にうちの先発陣はそんなにスタミナがあるわけじゃないんで、少しでもねちょっと調子のいい時に出してスタミナの補正をプラスしておきたいですね。でナックルは多分意外にスタミナを使うんだよね。しか
しかも折り辺だからな。3番中村第9投げました。インハイギリギリパイストライク。なるべくストレートを主体にして、打ちました。オッケー、取れる。スリーアウトチェンジ。ここは問題ない。今日は上々の立ち上がりです。さて日野くん、日野くんはアーティストがあるからな、うまく捉えることができれば持ってける。ただ例によってミートが小さめなんで、本当にジャストミートしないと無理だけど、どうだ、切れるか。スタンドに入りました。パール第3球を投げました。打った、これは強烈。中村セカンド、アウト。日野いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。で日野、日野から日野投げました。初球を打った。一二塁間抜いていった。パワーがあればね、ああいうシット狙い目なんだけど、でなぜか打率のいいサンタ。あ、やべ、これはダメだな。取りました。これでツーアウト、ランナーは一球入魂。第9投げた。これは上がりすぎたか。センター方向へ打つ時だけだよね、喋んの。掴んでこれでスリーアウトになります。ランナー一塁に残塁です。ヒットはなちょいちょい出るけど点には結びついてないね。対変化球持ってる。まずは決めてきました。打てるもんなら打ってみろ。変化球、これで追い込みました。脱三、もう決めよう。さあ4球目、高速ナックル低めに。オッケー、低めの変化球でスイングアウトを取りました。角中さん第9、あっ、9打ちなんて持ってんだ。投げた、決まった。ストライク。投球これから2球目、ボール。投球は3球目、スライダーを入れる。高速スライダー見送ってストライク。ちょっと顔の前通過させて、さあ5球目、ナックルをギリギリのところに入るか入らないか。打ちました。いや、これポテンに。オッケー、さすが。これで2アウト、ランナーありません。こういうのポテンを阻止するのでかいよね。申し訳ないけど日野くんだったら絶対取れなかったでしょ。バッターは指名打者ドミンゲス。ただ日野くんはね、打撃に貢献するキャラクターなんで。投げた。1球目ストレート空振り、タイミング合いません。やはりここで二遊間の守備力っていうのが光ってくるよね。内角低め見送ってストライク。よし、振らせたね。最後はスイングアウトの三振です。いいね、今日のピッチングはめちゃくちゃいいね。投げました。いや、こいつさあ本当に石川ナイスバッティングです。普通にストレートが多いインコース高め気がする。ここもストレートでしょ。あー、ただこれはおお、いけるね。ライトからセカンドへセーフ。二塁はセーフ。いいバッティングを見せました。さて塁を貯めて先制のチャンスを迎えます。クリーンナップにつなげていきたいね。投球これから2球目、打ちました。いや、もうストレート狙い撃ちよ、こいつは。走れる、ちょっと待って。あ、いけるか。バックホーム間に合うかどうか。先行チーム1点先制。いや、今日はなんか打てそうな気がするぞ。打ちやすい。バッターは3番西野。第1打席はセンターフライに倒れています。西野くんも打ちました。初球打ちセンター前ヒー。オーケーオーケー。ボールは中継。先行チームさらに1点追加。2対0。直球中心なのかな。ノーアウトランナー1塁。タヌキ1本打っときたいね。第1打席はセンター。これもいけるでしょ。ダメだ。初球打ちました。センターフライ。飛距離は出ていません。取りました。いや、タヌキくん、ちょっと最近スランプになっちゃうんじゃないか。俺のせいで。スランプになると2軍に落ちるからね、設定的に。アウトコース低めいっぱいストライク。投げた。ただのカーブ。ストレートに狙いを絞っていこう。タイピン F か。投げた。打った。やっぱりな、強振にすると落下点に入った。なかなかピタッと来ない限りはホームラン持っていけないね。ランナーは一塁二塁変わりません。第9投げた。初球打った。これはライトへ。ライト前進ヒット。満塁。ライトバックホーム。おお。ナイスバッティングです。なかなかいい形してる。サンタちゃんもう一球入魂持ちか。インコース。直球は外れても。ファーストストライクを取られるまでは強振でいこう。投げた。危ない球。第3球を投げた。取られた。さあ4球目。打った。どうだ、抜けた。オッケー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 。ヒットです。ライトバックホーム。先行チーム。とかすげえ。点追加。返球の弾道が低いね。
おー、言い方してる気がする。ユッキーも1球入魂。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げました、打ちました、石川を取られたか。ピッチャーから1塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって3対0先行チームまずは先制しています。よし3点、3回の裏、これからマリーンズの3点はだいぶでかいでしょう。この回のトップバッターは鈴木、テンポよく投げていこう。投げました、見送ってストライク、フルヒッターか。投げました、 CC 能力的にはまあ悪くはないね。投げました、ストレートはボール。ここで高速ナックルを決める。投げました、打ちました、ファールボール。さすがに2球連続は投げられないからな。低めのストレート打った、1、2塁取れる、ユキ取った、 OK。 守備の時は別に喋らないね。バッターは8番田村、初球空振り、少し迷ったか、いいか。投げた、これもしかし守備能力が高いのかな田村は、ちょっと分かんない。投げた、外れた、ボール。スライダーを1球出すか、外にギリギリのところで打ちました、ファールボール。次は5球目、もう1球外にやって、内角のナックル投げました、 OK、 超際どい。この辺はちょっと打撃能力低いね。第2球、まあ、下位打線だけあって、投げました、打ちました、うちのチームの下位打線とそう変わらないぞ。スリーアウトチェンジ。ZOZO マリンスタジアムからお送りしております。いいね、序盤終了、ゲームは中盤戦に入ります。まだヒットを打たれていない。第1球投げました、ただのカーブ、ボール。まずは低め投げました、完全に外れた、まあ、変化球はね見送って。第3球は割とストレートの打ちました、見極めがやりやすいこのピッチャーは。センター前ワンバウンドヒットになった、いいバッティングを見せました。さてワンダー、今日これで2打数の2安打。投げた、見送ってボール。球速は150出てるんだけどね、打った流し打ち、いかんせんストレート主体だからマジで打ちやすい。ナイスバッティングです。玉三郎くん、ちょっとホームラン狙っていこうか。しまった狙おうとするとダメだな。ニートを開いていけばつなげられるんだけど、狙おうとすると本当ダメ。投げた、ランナーが決まってストライク。さあ次の投球、落ち着いてつなげていこう。ボールはライナーで左中間へ。いやいいね、今回すげえ点取れる予感がするよ。そのままホームへ向かった。ピッチャーが変わらない限り。1点入りました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。野球はわからないけど今日は勝ち確定だな、もう4回で。投げた、あーすげえいいとこだな、すげえいいとこっていうか打ちやすいところに来たんだけどな。球投げた、2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球を、これしまった、ダメだ、ホームランは狙えない。取りました、これでツーアウト、日野君も一発、点差はあるからね。投げました、初球はストライク、変化球は見送って、投球これから2球目、2球目ミート F っていうところかな。第3球を、これも、いや超際どい、これは際どいね。4回の表が終わって4対0、ヒットだけは12本打ってるからね。マリーンズ、この回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは荻野、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。あ、荻野さんもいたね、そう足速かったよね。ストライク、第3球を投げました、打った、ゲ、これはボールはライナーで左中間、ヒット打たれた、2塁まで走られるね。これはヒット1本でホームまで生還される恐れがある。バッターは加藤、第1打席はファールフライに倒れています。内角高め見送ってストライク、ゲッツーはちょっと狙えないよな。多いね、いいとこ決まってる、ナックリコサードまで進まれるけどしょうがない。アウトを1個、なおもピンチが続きます。第9、犠牲フライでも1点だからな。まずは入れてきました、投げた、もう第3球を投げた、決まった、ストライク。ゾーンを広く使う、これから4球目、あーシットした、危ない球、ここはもうまたナックル決めよう。打ちました、あーどうだ、これは1点しょうがないね。ボールを掴んだ、マリーンようやく1点を返しました。バッターは4番美濃上、今日の第1打席はスイングアウト、投げた、まっすぐパワーはあるけど第2球ミートが小さいね。外のボール、これはバックしていった、井上、いいバッティング、まあ、ただ2アウト、
マリーンズのなんか打席はそんなに怖くないな。え、こういう抜けるのがあるけどさ、日野くんのサードの守備だとちょっと荷が重いか、やっぱりああいうのは。日野くんはちょっと守備ばっかりディスってね、申し訳ないけど。次が4球目、投げました。膝元、ボール、投球これから。ナックルを決める。オッケー。ドミンゲスとか全然怖くないもん。リプレイをご覧ください。外人だけど、すげえ綺麗だな。5回の表、こうやって見ると。攻撃に入ります。この回の先頭バッターは昨日投げました。いやマジでこいつ打ちやすい。これはヒットになります。ボールが点々と転がっている。昨日配球がすげえ読みやすいんだけど、なんか知んないけど。一球入魂。第9。シンカー見送ってストライク。いや1球入魂なくなったわもう。第2球投げました。流し打ち、どうだ、どうどうってどうよ。ボールは中継、サンフランシスコ、ナイスです。さてユッキーも1球入魂。さあチャンスを広げました。投げました。カーブか。まずは見送りました。第2球投げました。もうストレート狙いよ、ストレート狙い。これわ違う、カーブか。ドロップカーブ3連続。第4球を投げた。ずっとドロップカーブ投げてんな。第5球投げた。これは際どいね。さてチャンス A を生かすか。パワーヒッター持ってるしね。ストレートはボール。パワーは G だけど持ってけんのこれ。いや無理だ。角中余裕があります。噛みました。ボール本当にマシンで捉えないと無理だね。ワンダーもなんかしんないけどパワーヒッター持ってるからな。ほい、パワーが足りねえ。悪くはなかったけどパワーが足りないわやっぱり。ランナー一塁二塁残塁。五回の表が終わって、ヒットの本数の割にはどうなの？四点。ヒット14本で4点。このトップバッターは鈴木。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。まさみね君まだスタミナがだいぶ余ってんね。で割と早く帰ってくるかな新藤監督。第4球を。なんだろうな、スタミナを温存するあれかな、系統で。関東とかつけられるんだよね、関東要因。関東を狙えるときは関東させるみたいな。そういう設定はまだ全然やってないからね。抑えの切り札とかもね、多分つけてないっす。あー、ナックル、1球外そう。入るかもしれない、もしかしたら。外す。2球続けて変化球。からのストレート、対角線上に。おお、ペア。オッケー。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは9番藤岡。最初のバッター。言っちゃ悪いけど、なんかこのマリーンズ、なんていうの、今順位的には多分最下位とかじゃないですか。なんかわかる気がする。アウト、スリーアウトチェンジ。この回ピシャッと3人で抑えています。5回までが終了しまして4対1先行チーム3点リードは、うちの監督進藤君ですね。玉三郎、先頭バッターは玉三郎。あー待って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 。第2球投げた。もう際どいバッター追い込まれました。第3球はああいう際どいとこにね決められると打てない。見逃し三振。ここは3球三振に終わりました。余裕はあるから投げました。外れたボール投げました。打った。これはポテンにはならないか。取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは指名打者。さてタヌキ君ちょっと打率が、ここノーヒット。打率が最近良くないからな。見送ってボール。第2球。この調子のいい時に一本打っておきたい。第3球を投げました。あー進化か。第4球を投げた。これは入れてくる。無理だ。ちょっと反応が遅れた。最後は空振り三振に倒れました。先行チームピッチャーを早いよね変えるの。ルーキーの真島。ちょっと投げられるときは投げてもらう設定にしようか。先発陣。あとセーフティーバントだ。ボールを取る。一塁送球。全然余裕なんだけど。バッターは2番加藤。今日はファールフライとセカンドゴロ。初球を打ちました。これはセンター取れるか。玉三郎、オッケー、ナイス。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは3番。ここからクリーンナップでしょ。クリーンナップって言ってもね、まあ、ゲ、失投はちょっとしょうがない。
全然怖さを感じない。第2球投げた、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、もう第4球フォーク投げた、打ちました、切れていきます、ファール、ドロップカーブを外すか、投げました、打ちました、いい当たり、いける、サンタ、オッケー、これで3アウト。 ZOZO マリンスタジアムからお送りしております。石川降板、チェン、マウンド上ピッチャーのチェン、今日2番手としてマウンドに上がります。結構防御率あれだね、注目しましょう。なんていうの、数字的には高いね、だ低いっていうの、こういう場合。投げました、初球外れても内角攻め。第2球投げました、危ない球、あ、日野くんか。第3球、そういえば投げました、1本無理か。左中間へのフライですが、レフト取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番、昨日ここまでヒットは3本。おー、もう打賞、初球を打った、続き下がっていった、セカンドを掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番、さて、これが4度目のバッターボックス。サンタちゃん、まあ、1球入魂の時は狙ってこう。初球から打ってった、取ってアウト、3アウトチェンジ。いかんせんミッドとパワーが少ない。さあ夜空高く花火が打ち上げられました。花火ってさ、晴れだったら毎回毎回打ち上げてんの、これ。の攻撃、トップバッターは井上。花火ってさ、こう一発いくらなんだろうね。内角低めいっぱい、ストライク、まずは決めてきました。あ、打ちれるかこれ、大丈夫か、ワンダー、よし、掴みました。守備力は決して良くないからね、ワンダーは。バッターは5番、足は速いけど。これが3度目のバッターボックス、見送ってストライク。第2球、5番角中も能力的には、まあ、C の D でしょう。投げた、直球見送って、全然大丈夫だよ、特にパワーヒッターとかがあるわけじゃないんで。合わせられたけど切れたね、よしよしよし。サード、サードはちょっと怖い。日野くん、ちょっと守備面ではね、俺の信頼は薄いから。ゴロくん、やる気がちょっと、いや、すっげえ粘ってくんだけど。第10球、もう粘られたわ。ここまで2三振といいところがありません。ドミンゲスとかさ、すげえ打率悪くなかった今、ちょっと危なかったね。第3球を投げました、あ、しっと。第4球を投げました、ゲッ、記録取れるか、ナイス、掴みました、これで2アウト、ランナーはアウトにすれば何の問題もない。ピッチャー交代です、中後ろくん、降板、今日3人目のピッチャーとして登板です。継投策に走るね、うちのチームは。左か、スライダー、まずは入れてきました、対左 F、 逆境持ち、投げた、ストライク、無駄また厳しいところでした、スライダーを外す、投げた、外角、もう投球クロスファイヤー、打ちました。第6球を投げた、ボール、第7球を一塁ランナー自動的にゲーゲ、マジで三塁まで進まれる、攻めてくるね、完全に左のワンポイントだな。バッターは8番田村、山下君とファーストゴロ、球速はあるからな、打ちました、これは取れる、よし、 OK、 アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレー、まあ、抑えればね、結果的に OK だから。2者残塁、8回の表、さてユッキーも一球入魂になっていきましょう。今日はここどうだ、ダメだ、初球打ちました、ライトへのフライダー、加藤掴みました。ミートの当たり的には悪くなかったけどね、やっぱりパワーが足りないのかな。今日4度目のバッターボックス、投げた、初球打った、1、2塁間への当たり、こういうのが抜けるかどうかっていう。チェン取ってアウト、今日はワンダー、ワンダーも今日は猛打賞か。投げました、初球決まった、セーフティーバントとかって決めたことあったっけ、ワンダー。第2球投げました、打った、どうだ、これはポテンと落ちて、レフト前に出るヒット、ナイスバッティングです。玉三郎、右のバッターボックス、第9、あ、しまった、超悩んだ結果出遅れた。こいつが塁に出ると確実にアウトになんな。8回の表、先行チーム、
おお、またピッチャー変わってきたね。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは初球から打って取れるか、これは無理か。スタンドに入りました。ファール。第2球スクリュー投げました。サンタちゃん飛びつきはしないのか。藤岡いいバッティングを見せました。バッターはトップに帰って荻野。これはセンターフライ大丈夫でしょう。玉三郎、玉三郎取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。玉三郎今日結構走ってる、ね、投げました。直球守備で第2球投げました。打ちました。サード怖い日野君怖い。打った。これはよし、これはゲッツいけるか。あーまあまあまあ、西野華麗にさばいて2アウト。さあリプレイです。そうだね、これはファーストでいいね。バッターは3番中村。これが4度目のバッターボックス。投げた。アウトローでストライク。タイミング合いません。また空振り。第3球を投げた。ストレートはもう投げた後はかっこいいね。なんか流し打ち。西野くん OK。 3アウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。セカンドランナー残塁。8回までが終了しまして、チェン降板。マウンドに上がったのは大谷。今日3番手としてマウンドに上がります。結構投げてんな。いよいよ最終回を迎えました。玉三郎、今回のトップバッターは玉三郎。今日はここまで4打数2安打1三振。投球これから2球目。球種は多いね。打ちました。左中間へ持っていきましたが荻野掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは3番西野。西野君今日ここ4打数2安打打点2か。アウトローを見送ってストライク。第2球投げた。決まってストライク。カットボール、カットボール2ってほとんど曲がんないよね。投げた。見送ってボール。ストレートよりちょっとだけタイミングが遅いみたいな、打ちました。そういうイメージかな俺の中では。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。実際はこういうムービングボールって打ちづらいんだろうけど。第9投げました。見送ってストライク。第2球投げました。よし来た。行ったー。ようやく1本来たよ。第9号スタンドへ叩き込んだ。ストレートを狙い打ち。5対1。さあチームメイトからも祝福を受けます。リプレイをご覧ください。前の打席からどんくらいかかった。ここなんか入ってないように見えるんだけど今の。続け日野。第9位日野くん打率がすっげー悪いんだけど。さあ次の投球ボール。この 4-5 は第3球を投げました。マジで狙ってく。オッケー。一直線入った入った。ホームラン。第4号ソロホームラン。連打を食らうのってどういう気分なんだろう。ピッチャー的に篠野君第4号。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。今日はもう完全勝ち試合だね。先ほどのプレーです。まあさすがにね打ってくれるよ。バッターは6番昨日。ここまで3安打。さてこれの中1本1本ファースト右横の欲張りすぎた。自分でベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって6対1。さて締めますか。チーム9回の裏締めない。5点を追いかけます。ハンマーが出てこない。買いまたぎ。この回の先頭バッターは井上。見送ってストライク。第2球投げました。うちのこのピッチャーの系統策がよく分かんない。どういう使い方してんだ。やっぱりハンマー守護神的な位置づけをつけましょう。第9もうちょっとピッチャーの回し方を考えよう。少し迷ったか。投げた。打ちました。あ、これポテンになりそうだな。方向に持っていきましたが、ヒット。角中、ナイスバッティングです。バッターは代打、細井。細井や。第9、投げた。ゲ。初球打った。ライト前に出る。ちょっと待って。ヒットになります。ボールは中継。まあ、負けはしないと思うけど。いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。フルヒッターか。第9。際どいところに決め、大丈夫か。アルボー。第2球投げた。よし、これはインフィールドフライ。インフィールドフライになりました。あと一つ。今日元気のない田村。投げた。いいね。村本厳しい球。スクリューちょっと外して、外していこうと思ったけど。西野交代。ファール。
第3球を投げました。ボール。インコース低め。もう1球ちょっと外そう。投げました。外れた。ボール。そこから内に切れ込むスライダー。おお、際どい。第6球はランナー自動的にスタートします。打った。ユキいいね。取りました。試合終了です。オーケーオーケーオーケー。今日は快勝だったね。先発の石川からすげえ打ちやすい感じがあったから、ヒット数はめっちゃ多くなったよね。あとロッテマリーンズのさ、打線が全然怖くないんだけど。ここはちょっと攻めて勝ち越したいね、この3連戦は。正宗君もすげえよく投げてくれたよ。変わったの早かったけど。今日はねヒットを打って先制点を取って余裕ができたところで、まあ、ホームラン2本出したっていう、そういう感じかな。まあ、まだ1回しか戦ってないけど、なんかロッテマリーンズそんなに強い感じはしない。まあ申し訳ないけど、肩はいいよね。ライト誰か知んないけど、センターは荻野だったよね。セカンドが鈴木大地。まあ、こうやって1試合1試合こなして、まあ、実在の選手は覚えていきましょう。ドミンゲス三振。内野ゴロ。今回ピッチャーもね全部で1失点だからね、まあ、踏ん張ってくれたよみんな。でタヌキのソロホームラン。なんかどっかに当たったんだよね。で日野くんもソロホームラン。あ、もう一個あったね、9回裏。まあいいか、快勝。6対1。ヒット17本。いいねいいね、連勝。お、力丸くんが打撲から回復で、采配だっけ。ちょっと待ってね、一軍登録起用設定か。で投手の起用法。杉浦勝利投手、これがよく分かんない。ハンマーが、てかハンマー抑えでしょこれ。全然決めてねえな。抑えで守護神。中牛くん左のワンポイントになってんね。これもなんか勝手に決めてくれたのかな。あんまここいじってない気がするんだよな。でスタミナ C あるやつ、スピードスター、まあ、ミカミックス、マサムネあたりが調子次第、投球内容がいいうちはできるだけ投げさせようとすると。あ、勝利投手って権利を得たら次の投手へ交代するんだ。ミカミックスはちょっと完投にしよう。終わってるな。設定が終わってるな。調子次第。スピードスターもまあ調子次第でいいでしょう。でもう T 田中はこれ勝利投手だな。スタミナがいいしかないから。三利くんもスタミナいいか、勝利投手。で杉浦くんはスタミナ限界 D。スローカーブが7か。使いやすい投手ではあるんだよね。スタミナ限界にしよう。で先発中継ぎ、村正くんがビハインドでも出る。清水くんがここら辺の配線処理とかが分かんねえんだよな。どういう風に使えばいいのか、ビハインドでもとか。同点や負けている時に登板しやすくなりますと、配線処理が何なの、大量リードで負けてるときに登板しやすくなります。
いやでもプロにとってはそういう役目も必要なんでしょうね。接戦の時か、どうすっかな。河合くん中継ぎエースになってんね。中後ろくんは左のワンポイント、五郎くんが接戦時か。ちょっと五郎くん接戦で出すの怖いんだよな。なんか配線処理でもいいって言ってたの五郎くんだっけ。配線処理しよう。もうなんかちょっとえって思ったらコメント入れといてください。変えます。村正くんがだから、まあ、ビハインドでも出、いやーちょっと待ってね、清光くんがビハインド、いやわかんない、この2人お任せにしよう。ちょっとここら辺はよくわかんないです。 OK、 まあこんな感じでいきましょう。チーム方針ってなんだっけ。ああ、オーダー志向ね。これってさ、勝手にオーダーしてくれんの。まあいっか、勝利の方程式とかよくわかんない、ローテーションもよくわかんない。ローテーションって守ってないからね、そもそも。あ、これは登板予定日か。イカミックスが全然出てこねえな。俺まだ1回しか投げてないよね。まあいいんだけど、まあじゃあこんな感じで、いきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。